いい天気ですね。素晴らしい天気だ。こんにちは、平山茂です。今日は10月28日木曜日でございます。現在時刻はお昼1時でございますね。いやー、本当に実に天気がいいです。今日はですね、サムネの通り、新しいチャンネル名発表します。新しいチャンネル名を発表いたします。発表はですね、後半の方でさせていただきます。今日はちょっとゆるーくですね、お散歩しながら喋ります。いや、いい天気です。すいません、邪魔ですね。はい、ということでね、そう、チャンネル名がね、決まりました。以前ね、ちょっと重大な決断をしましたというような動画を撮影しましてですね、その後チャンネル名の候補ですね、アイデアをいろいろ見てくれている皆様に募集しました。いろいろたくさん候補アイデアをいただきましてですね、いろいろ考えました。本当に悩みました。そもそもですね、私の今チャンネル名というのは、平山茂の地球見聞録というね、チャンネル名なんですけれども、ちょっとね、初めて僕のチャンネルだったり、動画を見た方にはですね、なかなか平山茂の地球見聞録という文言だけではね、どういう動画なのかな、どういうチャンネルなのかなっていうのがね、ちょっと分かりにくかったかなと。YouTube 始めて1年経つんですが、今更ちょっとね、振り返りまして、そういうところにちょっと気づきました。一応地球見聞録という名前を付けた理由っていうのは、実際はね、いろいろ、地球を本当にいろんなところ行って、世界中、日本も含めで、いろんなね、こう見聞を広めたいと言いますか、自分が見たものというものをこの YouTube を通して、世界中の皆様に発信したいなと思って、つけました。がしかし、なかなかね、とはいえ、普通に仕事もしておりますし、旅に出るというのもね、なかなかそんな毎日のように行けないということで、旅の時だけね、動画をアップするということもできるんですが、そうなるとなかなかね、月に1本2本撮れるかどうかっていうところになると、なかなかその認知度といいますか、皆様に知っていただくにもね、やっぱりね、何本もやっぱ本数が、動画がね、あった方がいいなと思ったので、やっぱり YouTube 始めたのであれば、毎日何かしら動画をね、上げた方がいいんじゃないかということで、何ができるかなって、自分に何ができるかなと本当に思いました。ないなって、特技も何にもないですし、趣味もまともにない、ゲームもしない、漫画も読まない、映画も見ない、何にもしない男なので、でそんな中で絞り出したのがですね、こう、大丈夫だよっていうね、大丈夫ってこう人に大丈夫だよって言ってあげるっていうことだったら、これは毎日できるんじゃないかと思いまして、その日以降ですね、チャンネルを作って、1本目の動画はね、ちょっと旅の動画なんですけど、その旅の動画の次の日からはですね、もう毎日、大丈夫ですからねみたいな、こういったね、動画を毎日アップしております。でさすがに1年も経って振り返るとですね、明らかに大丈夫だよの動画がもうメインになってるんですね。ということは、もう平山茂は大丈夫の人なんじゃないかと、
大丈夫おじさんじゃないかと、ただのっていう結論に至りまして、どうしてもこれはやっぱり初めて見てもらう方にね、チャンネル名にやっぱり大丈夫だよ、もしくは大丈夫というね、このキーワード、これは入れなければいけないだろうと、そのように思いましてですね、今回のチャンネル名を変えるという流れになったわけでございます。ちょっと話長くなりましたけれども、というわけでね、今日も大丈夫だよと言わせていただきます。皆様大丈夫ですから、大丈夫だよ、あなたは大丈夫だよ、うん、あなたは大丈夫、あなたは大丈夫です、大丈夫、あなたは大丈夫、大丈夫、あなたに大丈夫だよと言わせていただいております。はい、というわけでチャンネル名発表します。ちょっとね、効果音とか何もありません。本来ならこれドラムロールっていうんですか、ああいうのも本当はねつけたいところですけどね、そんな音は持ってない。というわけで発表します。新しいチャンネル名は平山茂の大丈夫だよジャーニーでございます。はい、平山茂の大丈夫ジャーニー、あれ間違えた、大丈夫だよジャーニーって言った、もう一回行こう。新しいチャンネル名は平山茂のだもう一回いいですか、新しいチャンネル名は平山茂の大丈夫ジャーニーです。はい、平山茂の大丈夫ジャーニーでございます。大丈夫に後ろにカタカナでジャーニーでございます。ジャーニーは旅ですね。はい、ちょっとありきたりかもしれません、ただこのチャンネル名で、もうずっと一生行きます。平山茂の大丈夫ジャーニー、まあ、チャンネル名はね皆様にとってそんなに関係ないかもしれませんけれども、私にとってはね、看板でございますので、この名前で今後は行かせていただきます。本日の、エンディングでまたちょっとね、新しいエンディングも作りましたので、そちらぜひご覧ください。平山茂の大丈夫ジャーニーです。大丈夫ですね、大丈夫、大丈夫でございますね。というわけで今日はこの辺で失礼いたします。どうも本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日以降も平山茂の大丈夫ジャーニーをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。ジャーニー。